まあ途中なんですけども、まあこちらもあの竹林、河川が右手にあるんですが、すごい量のあの枯れてる竹ですね。まあこちらも何百本もしくは千本ぐらいあってもおかしくないでしょうね。まあそれが長い間距離続いていますね。だいぶ下流に来ました。こちらもまあ中央に、まあ、V 字型になるようにあの真ん中に水集めて、20cm×20cm の地下水流トンネル発電を斜めに傾斜に描くと、まあ距離にして、まあ、10メートルほどですね。下がちょっとねああいう風なものが引かれてるんで、そこはねちょっと分かりづらいんですけど、ああ公開なんで降りていくところありますね。まあそこのあたりのところまでで作ってもらったらいいかと思います。あの V 字型で、先ほどから3箇所ほど申し上げてますけども、大雨が降ってもここの河川の場合は大したことがないので、まあそういう風な形で大雨が水がまあ徐々に溜まっていくぐらいの感覚で良いかと思います。でその V 字の高さですけども、まあ河川の中央部、まあそうですね、まあ高さ50、まあ横の上の高さに合わせてもらったらいいかと思いますよ。それ乗り越えていくと乗り越えて両サイド別に漏れたりしないですから、だからまあここだったらその V 字型の形がまあ高さ50センチです。先ほど撮影していたのがあちらなんですけども、こちら、まあ、トラックが入っていけそうな坂がありますね。途中なんですけども、あちらは、まあ、工場からですかね、安定して水がそれなりに流れてきています。もうちょっと、下流まで行ってみます。あちらにも、竹の林がありますね。たくさん、枯れてる竹とかありそうです。次のポイントがこちらです。まあ先ほどのあの竹の林があちらなんですけども、まあこちらも真ん中に水集めるように V 字型の堤防みたいなものを作って、20cm×20cm のものをまあ10メートルほどにわたって作ると、このコンクリートブロックは全部邪魔なんですけどね、まあこれ撤去してもらった方がいいですね。その方が角度つけれますから。だからまあ真ん中のところだけ撤去してもらうような形でいいと思いますよ。まあ何枚かですね、3枚4枚そんなそれぐらいの撤去でいいです。河川なんですけども、こういうふうに石いっぱいあります。でこういった石で上流の方のね3箇所ほど私が言いました V 字型にするところのそのブロックウェイを作ったらいいんじゃないかと思います。合流してる河川があります。ちょっとあちらの上流は、スルーしておきます。ちょっと今日は加古川の海岸のところまで、撮影したいなと思ってますので、まあここ完全に山の中なんですけども、であちらも合流してきている河川ですね。まあ上流の方がどうなってるのかわからないんですけども、まあちょっとスルーしておきます。ポイントです。でこちらもまあ20cm×20cm、 まあ間 V 字型の堤防を、高さ1メートルぐらいで真ん中に水集めてもらって、まあここは距離5メートルぐらいの20cm×20cm の地下水流トンネル発電ですね。まあ先ほど1メートルの高さの堤防を申し上げましたけども、そのすぐ下流のところにこういうふうに余計なブロック並んでるんで、これ使ってでもいいですね。こちらも、高さ1メートルほどの、V 字型の堤防で真ん中に水を集めてもらって、まあ5メートルぐらいの、20cm×20cm の、地下水流トンネル発電です。ブロックとかちょっと抜けてもらってということになります、ね、ここはその1メートルの高さの堤防を作るときにその辺のブロックとかも使用したらいいと思いますよ。それにコンクリートとか石混ぜて、ここ
ここも、あちらの方に、V 字型で中央に向けて、堤防を1メートルほどの高さのものを作っていただいて、20センチ ×20 センチの、まあ、10メートルほどのものを、地下水流と狙う線を中央に作っていただくと、まあ、その辺にいらないブロックがあるのでそれで、そちらの方、堤防を作っていただけたらなと思います。あちらの方に、まあ、学校らしきものが見えるんですが、まあ、あちらの方で、まあ、かまど発電してもらったらいいんじゃないかなと思います。先ほどまで撮影してきた、まあ、竹やぶ、まあ、こちらも竹やぶらしきものがありますが、まあ、結局この辺のところも刈り取ってしまって、まあ、2、3ヶ月天日干ししていればよく燃えるパリパリに乾燥した、茶色い、葉っぱとかになりますんで、まあ、そういったものを使って釜で発電してもらってもいいでしょうし、この辺の草とかも全部そうですよ。刈り取ってしまって、まあ、1月2月ぐらい、日光の下置いておけばパリパリに、なりますから、まあ、こういう風な状況ですね。こういうのはよく燃えます。水分が抜けてるので。こちらも、まあ、中央に集めてもらったら、まあ、1基ぐらいの、まあ、長さ15センチぐらいか20センチぐらいの、まあ、地下水流トンネル発電、まあ、その辺のブロック抜けてもらって、まあ、こっち側の堤防に変えてもらって中央に、水が集まるような仕組みで、まあ、こちらも作ってもらったらいいんじゃないかなと思います。あと、まあ、降りていく道があります。まあ、こちらも真ん中に水を集めるような形で、高さはまあ50センチでいいと思います。で、23センチ ×20 センチの、回転扉、まあ、1基分ですね。まあ、傾斜ちょっとだけつけてと、まあ、そういうふうなところです。もうちょっと下流まで行きます。次の地点はこちらです。こちらも、高さ1メートルほどの堤防 V 字型に、真ん中に水が集まるように作っていただいて、地下水流トンネル型のタイプのものを中央から、まあ5メートルぐらいでいいと思いますよ。で、傾斜角つけておいて回転数を上げれるような形、ギア比を、まあ、そういう風な形でうまく、利用できたらなと思います。まあ、5メートルから、まあまあ10、まあ、その横のものがあるけど、まあ、5メートルぐらい作った方が、それで高い回転数目指した方がいいような気がします。ちょっと上流の方のところと比べると、まあ、大きめの、まあ、タービン、まあ、どれぐらいの発電力、1秒間に、まあ、1個につき1キロワットなのか、それとも10キロワットなのか分かりませんけど、してみないことには。まあ、雨の日にその V 字型の堤防1メートルぐらいのを作っておけば、まあ、排水しながらでもある程度は水が溜まるとは思うんですよ。で、それで、まあ、水圧で、少しでも、まあ、高い電力を、発揮できるようにという、まあ、そういうふうな考え方ですね。その堤防を作っているのは、ここ階段があります。そこの、ブロックとかを使って、作ればいいと思いますよ。砂利とかだったらその辺にありますし。もうちょっと下流まで行きます。こちら万願川、網引き橋というところに来ています。右手の方のところの河川が先ほどまで撮影していた、万願川です。で、左手の方が、合流している別の河川になるんですけども、まあ、電車北条鉄道に乗って最終駅にたどり着いたところが、あちら左手の河川の、まあ、一番上流のあたりのところの駅になります。で、河川水門のその水門を設置するにあたって、この辺かなり河川の土砂のかき出しとかが必要になるので、最初この辺りに考えてたんですよ。まあ、だけどももっと向こうの方が良さそうですね。ずっと傾斜もなだらかなんで、まあ、だいぶ草とか木に水分を吸われてるでしょうし、あと一回河川の土砂のかき出しを行って亀裂とか全て埋めて、水が少しでも貯水できる
ようにしやすいようにしたいですね。まあ先ほどの地点から1キロほど歩いてきたんですけども、まあ河川の両サイドとかを岸壁工事しなきゃならないですね。水溜めるとしたら、まだもうちょっと向こう側に合流するところまで見に行かなきゃなんとも言えないんですけども、まあ両サイドいらない木とかまあだいたいススキですけども、まあ刈り取ってで岸壁工事というような形ですね。まあだいぶ歩いてきましたからね。で普段流れてる水の量とか考えたら、満水までこの先もっと先でしょうから、向こう側まで満水にさせようと思ったら、よほどの大雨じゃなかったら無理でしょうね。水門、そしてまあいろんなところでこういう風に両サイドから流れ込んできてる、畑から流れ込んできてる水とかあるんですけども、もう下がこういう状態だから、もうどこに水が流れ込んでるかわかんない。多分あの辺りでしょうね。一回草とか全部刈り取ったらね、あと下をコンクリート工事したら水の量もだいぶ変わってくるんでしょうけど、まあ地下が空洞化しないかどうかは心配ですね。港川みたいに阪神淡路大震災前のちょっと先まで行って、次こういう地点見つけたんですけども、ちょっと角度とかもないんでどうしたものかな。まあ堤防に沿うような形で壁30センチぐらいのものを作ってもらって、あとあちらのところから向こうに流れ込んでるんで、そこも封鎖するような形にしておいてもらって、で、真ん中に、高さ20センチぐらいの堤防にしておいてもらって、その真ん中に回転扉型の、もう傾斜とかつけないでそのまま回転扉型で、20センチ ×20 センチにしておきましょう。であくまでもこれ通常時用で、まあ、そこのところも、まあ、道狭めるような形で、まあまあ、コンクリートの壁を、まあ、7メートルぐらい引いておくと、まあ、そういうふうな形ですね。それで水が集まるような形にしたいところです。かそれかそこを利用するかですね。もうここ自体を斜めに壁作ってしまって、そうですね、その方がいいですね。ここを斜めに壁、高さ20センチぐらいで作っておいて、まあ10センチぐらいでも良さそうですね。でここの手前のところで、回転扉型を設置すると。先ほど撮影していた河川があちらのちょっと木で見えないんですがけども、左手の方で、こういう風に合流してきてます。でここが加古川の本線です。で、あちらの、指さしているあの辺りのところに高さ5メートルの、堤防を作って、中央に水を集めるような形で、まあ、そうですね、中央に水を集めるような形で角度、こういうふうにまっすぐにストレートの地下水流トンネル、まあ、傾斜角は10度ぐらいしかないと思います。だけどもそれを、50メートルか100メートルほど、作りましょう。で縦横1メートル ×1 メートル、それで、行きましょう。だから通常時はそのまま水が流れるような形ですね。で雨の時に水が溜まる、で、上から自動的に溢れ返るような、仕組みですね。両サイドは5メートルよりももっと高さありますから、ここから溢れ返るようなことはありません。想像以上に河川の横幅が広くて、河川が蛇行してますね。で向こうは石垣組んでないのに、まあ長年、河川の氾濫とか起きてないということは、大雨の時でも川幅がすごく広いからあんまり水位上がらないんだと思います。で、これねちょっと河川の改革をしたいんですけども、あちらの左端の方にある土砂とかを左に寄せてしまう。 できるだけ河川をまっすぐにする。で、先ほど言ってたところの、その中央に水を集めるんじゃなくて、まあ、右の方に、水の出口が来るようにしてストレートに、距離、100メートルほど取りましょう。でこの辺のところとかもね、また入れ替えながら設置します。
あの辺のところも、まあ、かまど発電に回してで、石垣を組むで真ん中の土砂とかをあの端に寄せて河川の幅をちょっと狭めましょう。これ広すぎですわ。で無駄に水が蒸発します。特に夏場。今の位置がですね、小野市のこの辺りですね。先ほど の、まあ、あの合流していた河川がこの辺りで、神戸電鉄愛生駅、北条鉄道、まあ、北条鉄道に乗って一番北条鉄道の終点まで行って、まあ、撮影を始めたんですけども、こちらの、河川ですね、右手の方の河川を、撮影しました。でこちらから今小野市なんですけども、このまま南下して加古川市に入って、まあ、JR 加古川駅ぐらいまで行ってで帰ろうと。まあこれ昔の地図なんで、この三木鉄道っていうものはもうないんですよ。まあとにもかくにもあの河川の下の方まで撮影しようと思います。まあこちらの方のね、河川はこの間撮影していた、谷上駅から、ドントダムへ向かって撮影していたところの河川なんですよ。これをずっとあの辿っていくと、まあこの辺りのこのところから、58ページ、ですね、この筑原湖ドントダムって、まあ、言うんですけど、ちょっと影になって見えにくいですね。筑原湖ドントダム、あの飲む吐くと書いてドントダムって読むんですけども、まあ、こちらからがこう合流した河川、まあもう一つ別の河川が、まあ、あるんですけども、まあ、そういったところを合流して、加古川まで、まあ、続いてるんですけども、まあ、とにもかくにもこの加古川の方の、撮影を、進めていきたいと思います。まあ、今周りの風景は、まあ、こういう風な風景ですね。先ほどの続きなんですけども、まあ少し傾斜つけて100メートルほどの1メートル ×1 メートルの地下水流トンネル型の発電を置いた後、そのまま水路だけの1メートル ×1 メートルをずっと延長していきましょう。その方が、まあ、水は蒸発しないので、まあ、あとこの辺は竹林になっているので、まあ、あちらにちょっと水が見えますけども、まあとにかく加古は広くて、両サイドまで、そこまであの水来てないんですよね。で、その通常時が 1×1 で十分なんで、まあ、その堤防高さ5メートルのものを作ることによって、まあ雨の日に、まあ、貯水をしておくと、まあ、そういうふうな発想ですね。もうこの辺りも竹林ですね。あの枯れてるだけとか探したら出てくるでしょうし、まあ、この辺りもサイドとかも大体そうですね。ですので、まあ、かまど発電の竹を、まあ、取りに来るにはちょうど良いかと思います。まあ、もうちょっとあの南の方まで行って合流河川があるはずなので、そこまで、一旦行きます。だいぶ歩いてきたんですけども、まあ、向こうの方が、木のあの群れになっていて、あの辺りぐらいからあの竹の林ですね。まあこういう風にあの竹がいっぱい生い茂っています。この向こうにあの学校らしきものが見えたんですけども、そこでかまど発電するんだったらちょうどいいですね。あの枯れてる竹とかここの手前とか、あの向こうの方もあのコンクリートで手前の方にあの置いとける場所があるから、適当にあの置いといて、で回収してあの適当な大きさに切って、まあ、持って帰って、橋はどこにあったのかな、 あそこですね、橋。まあ、そんなに遠くないんで、まあ、ここから見たところ1キロぐらいかな。まあ、それぐらいだったら、まあ、歩いて持っていけるでしょうから。
で、まあ、枯れてる竹とかが追いつかなくなったら、木のところがあるから、まあ、高さ上、まあ、2メートルぐらい残して、その上をバッサリもうカットして、もうかまど発電用に回したりとかですね。まあ、5月上旬ぐらいに木の方だったらカットしてもらったら、その後の雨季と、夏場で、成長しますんで、枯れることがないんで、なかなか。まあ、その方法で、まあ、横に、置いていくと、5月上旬に置いていく場所として、まあ、さすがに学校には置いとけないでしょうから、まあ、そういう風にすれば、半永久的に、まあ、釜発電の材料が、簡単に手に入ります。まあ、この辺りで足らなかったら、まあ、こういう風に、もう山の中なんで、まあ、どこ行っても、まあ、あんまり離れすぎたら、もう軽トラとか、10トントラックとかに乗せてもらって、運んでもらったらいいと思います。まあ、もうちょっと下流まで行きます。ちょっとね、林の量が多すぎて、合流河川が出てきているのかどうかはちょっとわからないんですよね。対岸が見えなくて。今やっと見えてきましたけども。まあ、とにもかくにも、もうちょっと歩いてみて、どこか橋があったらね、橋渡ってみれば、どこか合流しているところがあるかどうか、だいぶ先の方まで見えるんで、まあ、それで確認しようと思っています。もうちょっと行きます。まあ、突き当たりまで来たんですけど、道ありませんでした。戻ります。で、この横に、すぐ横に、まあ、小さな河川があるんですけど、その横とか、この辺とか耕作放棄地みたいになってるところなので、ここで小麦とか作ったらいいと思いますよ。学校の方で。あちらが向こう側なんですけども、こちら、合流河川に行っています。まあ、こちらの河川なんか水が全く、流れていない河川なんですけども、多分中央のところだけ雨降ったら河川が水が流れているような河川だと思われます。万勝寺川と書いてますね。で、もうこれだけ、河川乾くんだったら両サイドを小麦畑にしたらいいんですよ。加古川でもまあ、1m×1m のそのコンクリートのトンネルを作って、まあ、あの辺りまで持ってきたと。でそしたらそのサイドのところの部分で畑でもしたらいいんじゃないかなとか、まあそういう風にも思ったりもします。まあもうちょっと先までいろいろ撮影します。あちらが向こう側です。で、こちらの河川が、ドントダムの、流れ着いた、先の河川ですね。こちらで、向こう側と合流します。こちらの上流、ドントダムから先はまた、後日撮影しに行きます。一旦、加古川の方。最下流のところまで、行ってみたいと思います。加古川の大分下流の方に来てきたんですが、あちらの水門とあちらの水門を見ると、もしかしたら海が満潮時の時にある程度の水位が来ることを想定してああいう風にしているのかもしれません。だとするのであれば、あちらに河川水門化閉式ダム発電の鉄の扉を用意して、で、どこかの門を、まあ、開けると、そういう風な形で行った方がいいですね。まあ、それが横幅何メートルかける何メートルだとか、まあ、いろいろあるかと思うんですけども、まあ、ちょっと傾斜つけて、何台か、回転扉が起きるような形と、まあ、そういう風な形で、多分ここまで水上がってきてないと思うんですよね。今河口から13キロか12キロちょっとぐらいのところに来ています。ですので、さすがにそれはないんじゃないかなと思って私は見ています。こちらは一つのポイントですね。まあ、周りの風景がこういう風な風景です。先ほどの構想の続きですけども、その 1m×1m の、 さっきの魚の絵とか書いていた地点のところから、基本的には位置も、通常時使うような形で、大雨の日とかのために6門7門それぐらい、用意しておくと。でただ中洲とかあったりしますので、間にある、
この土砂とかが邪魔なんですね。これを端っこに全部寄せてしまいましょう。スコップとかで。で、石垣を組むと。まあ、力持ちの人たちがいたら、例えばスコップ100個あったら、半年もかからないと思いますよ。かなり向こうの方までありますけども。もしかしたら1ヶ月ぐらい終わるかもしれないですね。僕たちの頃のその労働力を考えたら、中和株式会社で例えると1日10トン、トイカンを運んでいた。それ考えたら、まあ、日暮れまでしかできませんけども、明け方から。だけども、5トンはいけるでしょう、1人、1日。そしたらスコップ100個で、5トンだから、500トン。1日で500トン。1日で500トンだったら、まあ20日出勤だとして、1億トンですね。あ、だからできるでしょう。できますね。半年も多分かからないですよ。横に寄せるだけだから、一輪車に乗せて運ぶだけだから。で、ここの場合はまだ河口のところから10キロぐらいの上流の地点にいるんですけども、そこからまあその水を、放流したときに下流の、まあ、どのあたりに水門を設置するか撮影してから判断しますけども、そこのところの門を閉じておいて、また水が溜まると。だから またそこから、水門を開いて、発電ができるので、まあ、かなりの発電量は見込めますね。基本的に1メートル ×1 メートル の地下水流トンネル発電を、まあ、先ほどのところの地点で、まあ、通常時1、大雨の時6か7、まあ、それぐらいで考えて、まあ、下流も同じように作ると。まあ、下流のところでどれぐらいの地点で作るかによるんですよね。まあ、とにもかくにも下流まで行きます。もうだいぶ日が暮れてきて、もう一日中ほとんど歩きっぱなしでしたから。まあ、河口の上流、本流の方の上流に関しては、また後日撮影したりします。合流しているドントダムの河川もそうですし、大川瀬ダムの河川も撮影しますし、まあ、河口側はなかなかの発電量が見込めそうです。では、もうちょっと進みます。だいぶ下流まで来ました。道路は走ってますけども、こちらはスルーで、次が、あの橋が JR かもしれないですね。で、その先にある、道路の下あたりになりそうな気がします。もう少し、下流のところまで見に行かないと、まあ、まだ何とも見えないですね。この辺りで見たらよくわかると思いますけども、向こうの奥のところから水が流れているだけで、まあ、この時、ここら辺は、だいぶ大雨の時とかじゃないと、まあ、水が、流れてくることはないと。まあ、そういうふうな形になっていそうですね。で、これが JR の、橋で、その次の、高速道路、あの辺りに作るのが、まあ、一つのポイントじゃないかなと私は思っています。で、あそこで発電してるかどうかなんですよね。サイドに、寄せていて。まあ、どのような発電の仕組みなのか、こちらが考えているものの方が発電力あるのかどうか、まあ、そこがポイントですね。大きな。だからもう高低差はだいぶあるから、一つもう一つ門を作るのは正解でしょうね。
道路の、近くまで来ました。まあこちらの橋のところですね、次の水門を設置するのは。で、中洲のところにある木とかは邪魔なので、まあかまど発電用の、まあ、木として、まあ伐採して、で、まあ余分な土砂とかを排斥して端っこの方に寄せて、まあこの辺の上のところまで上げたらいいと思いますよ。で、下をしっかりとコンクリート化ですね。まあここまで来たらどうなんでしょうね、海の水と混ざっているのかどうか。もうちょっとしたら、まあ河口まであと数キロなんですけども、海まで。まあここまで、ここだったらまあ大丈夫だと思いますね。そうですね、水面、まあこの辺の高さまで水を溜めたとしても、水面から2メートルぐらいは絶対ありますから、この辺のところまで来たとしても高さが。だからまあ排水できますね、その上部のところから、そのこの高さからまあ1メートル下ぐらいのところから排水するような形でもいいでしょうし、まああとは海のその満潮時と干潮時のその、あとこれ季節によっても違うんですよね。1月とか8月とか12月とか、その月とかの引力の満ち引きによって、潮の満ち引きによって変わってくるものなので、まあ一応高さ水面から1メートル上ぐらいのところを排水ポイントとして見ておくのがいいんじゃないかなと私は考えています。無難なところで。以上ですね、本日のあの加古川の撮影はこれで終了します。まああとは家帰ってから地図広げながら、まあ何か説明して動画付け足すかもしれません。以上です。もうちょっと下流に来ました。段をつけてますね。で、奥の方から排水してるみたいです。だから、道路の下に回転扉式を言ってたところ、もうそのままでいいかもしれないですね。一応まあスライド式にした方がいいかもしれませんけど、多分大丈夫そうですね。だいぶ歩いてきましたけども。一応水流れてるんで、一応ちょっとした傾斜はあるみたいですね。で、あの道路があって、今、向こうの方に、まあ、車が通ってるんですが、その向こうに新幹線があって、その次が山陽電車があると。まあ、山陽電車のあたりの駅の近くのところまで、まあ、見に行ってみようと思います。